この大会で優勝すれば、俺の力が世界へ通じる証明になる。さあ、会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会、さあ彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。パワーファイトとマシンコントロールは侮れない、オリザ・ジロー。ピンクリップスからの参戦、女性ファイター、アイダー・コウメ。中部エリアからの参戦だ、小池ノビル。驚異の VT シャーシを持つ外気、それを操るファイターはこの人、マンガンジ・タケシ。マイティギアズとして参加、アクロバティックライダー、タケ・ヒロウミ。ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、ジン・キョウスケ。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む。激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。ここで負けるわけにはいかないぜ。かかってきな。この僕と戦えることを光栄に思ってほしいな。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。どうだ、隙があるぞ。こらえろ。ダッシュ、なめるなよ。Yeah!
俺のギアを止めた。受け止めただと。隙があるぞ。逃がすか。ギアを止めた。受け止めただと。隙があるぞ。逃がすか。受け止めただと。俺のギアを止めた。スピンだ。なめるなよ。はい、立て。ウィナー、オリザジロー、楽勝楽勝。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあ、このファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。行くぜ。ギアが壊れても知らねえぞ。遠慮しなくていいよ。かかってきなよ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴじゃないか。そこだ。行け。これでも食らえ。痛くないもん。そこだ。当たれ。なめるなよ。行け。当たる。まだやれる。
直してくるんだな。いつでも相手をしてやるぜ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。